革命軍幹部エンポリオ・イワンコフもまた麦わら白ひげ連合を黒ひげ連合の対抗勢力に仕立てるべく合流を申し入れ、イワンコフの話によれば黒ひげ連合はすでに海軍をもしのぐ大勢力を築きつつあるという。イワンコフは世界が闇と霧の支配から逃れるためには対抗勢力である麦わら白ひげ連合の戦力をさらに強化する必要があると主張した。一方、新たに加わったクロコダイルよりロビンとウソップがスリラーバークにいるらしいとの情報を得たルフィは二人の奪還を最優先にしたいと主張。白ひげはこれを受け入れたのだった。仲間が心配なのはわかるけど、今は戦力の増強を最優先させるべっきゃぶるよ。まずは有力な海賊団を傘下に入れて。そんなことはわかってるよ。だが花垂れ海賊を100人味方にするより麦わら小僧の仲間の方が期待はできるだろうぜ。もう好きにおしべで。このスリラーバークって場所に小僧の仲間がいるってわけだな。ここは今じゃ黒ひげ連合の移動要塞みてえな役割をしてるらしい。ニコロビンと鼻の長え男がいるはずだ。まあ俺にはどうでもいいことだがな。バナータが言い出したんだからちゃんと協力をし。私も手伝ってやるよ。ここは私の庭みてえなもんだからな。すまねえな。じゃあとっとと片付けちまおうじゃねえか。また足も行くわよ。ヒーハこの城にこもってやがるウソップって小僧とロビンとかいう小娘を取り戻すぞ。まずは完全に陣取るゾンビどもを片付けちまえ。さあ行きやがって。お前ら援軍が来るまで持ちこたえろよ。ああ任せとけ。俺様がいる限りこの城が落ちることは絶対にねえ。城攻めには足がかりが必要だろう。屍の縄張りを押さえちまう。ドストライク。おいゾンビなんだ。また私たちの敵じゃなくて。ダブルスペック。さあおいおい。
調に進んでるみてえだな。ゾンビどもは何をやってやがる。俺様の本気を見せてやるぜ。ある隠し部屋に縄文の回避スイッチがあると聞いたこと。おい、興味深い話をしてるじゃねえか。そいつと一緒にスイッチとやらを探してみろ。
戦況が好転したようですね。今のうちに先を急ぎましょう。
っちは片付いたぜ。さっさと味方をよこしな。くらえ、ゴーストマスカレード。これでもくらえな。おいモリア、脱出地点は確保してやる。援護してやるからさっさと逃げてこい。まとまって逃げるのは目立ちすぎるぜ。なかっぱな、ロビン、お前らは勝手に逃げろ。休んでな。事情は後で仲間から聞くことだ。惜しかったな。お前らが倒したのは俺のドッペルマン。アストラルエクスプロージョン。ロビンと長っぱなは置いていくしかねえな。使えねえしもべに用はねえぜ。ゴーストマスカレード。ネガティブホロー。俺はアイツになりたい。ダイヤルに操られたお前には私の攻撃が効くらしいな。ネガティブホローズ。これでてめえは生きる気力すら失う。ほら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 、勝負あったな、ご実派な。なぜ、なぜ立てるんだ。ゴーストは当たったぞ。ありがとうよ。おかげで目が覚めたぜ。ネガティブな俺が本当の俺だ。元のネガッパナに戻った。その小僧は休ませとけ。事情は後で教えてやんな。すっげえじゃねえか。資格もねえんだよ。ロビン、ウザップ。ごめんなさい、ずいぶんひどいことしたわ。俺はもう何が何だかさっぱり。いいよ、悪いのは黒ひげのやつだからな。ゾロとサンジを連れ戻せなかったのは残念だったけど、でも二人だけでも戻ってくれてほんとよかった。すまねえ、こっからの活躍に期待しててくれ。そういやモリアも逃げちまったな。あいつ何企んでるんだ。詳しいことはわからないけど、モリアと黒ひげはお互いの力を利用しようとしているんじゃないかしら。そうか、
次に会ったらぶっ飛ばしてやる。でもまずはゾロとサンジだな。あいつらの強さは主力級だからな。きっと黒ひげと一緒にいると思うぜ。でも黒ひげの居場所もわからねえんだ。いるとすればエニエスロビーだな。最近はそこを拠点に勢力を伸ばしてるんだ。本当か。よし、今度こそゾロとサンジを連れ戻すぞ。イワちゃんは戦力の増強が大事って言うけどよ、俺たちの最大戦力は一味が全員揃うことだ。ゾロとサンジを連れ戻して俺たちの最大戦力で黒ひげと戦うんだ。